ゴールキーパーくしびきです。最終ライン大畑、酒井、城は中塩の4バック、中盤のセンターに風間幸喜と天笠、右に佐藤、左に杉本、2トップは高澤と和田です。ゴールキーパー藤田、最終ラインですが右高橋、左に日高、センターバックは佐々木と鈴木のコンビです。中盤のセンターエドワルドと田口、トップ下に風間幸也が入って、右に田中、左に椿、最前線小森というメンバーです。エドワルドです、足を伸ばしましたがこれがそのまま流れていきます。右に高澤、遠目から狙ってきました和田です。下がりながらの対応になりましたけれど止めました藤田。面白いアイデアでした ね、 ねえ、それこそこう風があるので、はい、藤田選手は守りづらいでしょうね。そうですね。風間幸也は右を見ます。ここ早く寄せたいですね。そのまま中を伺ってさらに外クロスが上がって逆サイドヘディング止めました。刺激サイドからの折り返し、千葉決定機迎えましたけれども、くしびきストップ。これぞくしびきですよ、はい、ビッグセーブ多いですからね。もう一回エドワルド、中央田口、さあここからスピードを上げていこうという千葉、止めてました高橋一世、枠に取りました。まだあります。高橋のクロス、低いボールになりました。コーナーキック、田口、左からのコーナーです。まさにヘディング、止めましたが押し込みに行きました。29分、阿部千葉先生、佐々木選手ですかね。最後セットプレーからのこぼれ、詰めました佐々木。まあ、くしびき選手ね、ビッグセーブありましたけども、はい、こうこぼれ球に早かったのが千葉の選手でしたね、ちょっとボールウォッチャーになってるシーンが目立つかなという印象ですね、はい。エドワルドのヘディングシュート、くしびき止めましたけども、その後の反応が早かったですね、はい。まあ、試合の早い時間に、まあ、太田さんからもね、あの千葉の左の関係性非常にいいっていうご指摘ありましたけど、はい、右もいいですね。そうですね、今右の田中選手、高橋選手のこのこぼれたところ、シュートが来た、うん、追加点が来ました千葉。最後椿、椿選手やりましたね。あ、少しこれはイージーミスでしたね。まずここで、ね、3人いますから、はい、ここでまず潰さないとダメ。ここもねシンプルに外でも良かったなと思います、ね。まあ、風間幸也がかなり敵陣深いところまで入っていって最終的には仕留めたのは椿です。ただまだゲーム時間ありますから、はい、ここで下を向かないことです ね、 ね。先に回り込んで鈴木の対応、ただ後ろから押し上げがあります。深澤のボール、ヘディングでそらして後ろから入ってきます。ここは打ち切れず、ただ短くパスをつないで大畑のクロス、こぼれています。高澤早速いい形でしたね、やっぱりこう高澤選手が前線で、プレーに絡むことによってこういったチャンスが生まれる、はい。逆サイドのオーバーラップも良かったですし、最後のフィニッシュまで丁寧でしたね、はい。後半の立ち上がり、これで1点差となりました。そのメンデス中央です、高いボールを入れてくれ、ニアサイドです、こぼれ球押し込みませんでした。セカンドボール、エドワルド中に入って右足のシュートだ。ここくしびき触っていました。まずはこれコーナーキック、佐々木が入ってきて最後、まあ、小森も反応しておりましたけれども、でその後です、うん、このシュートです。このボールは風で戻されます。でそのまま前に大畑、中には佐川、逆サイドから山中、一つ持ち出して佐川の足元、左ポスト。少しこうクロスがマイナス気味だったので、うん、振るというよりは足首で角度を変えて当てるような感じ、はい、ボール半個分ね、内側だったら入ってましたけど。田中間通して風間小屋、さらに後ろエドワルド、田口の左足、いい泳ぎですね。こう群馬のボランチ脇を今つくプレーがね、はい、続いてますけども、はい、
ここ群馬我慢したいです ね、 ねセカンドボールを落として山中からつなぎに行きますエドワルドのタックルそのまま前を向きますエドワルド縦につないで田中が出てきます田中ダイレクトナイスボールヘディングシュートだ正面うわただ止めてさらに佐々木これが収まって左足3点目は84分小森狙ってましたね、素晴らしいゴール3点目、はい、これは千葉にとって大きいですねそうですねもう少しやっぱ当てに行きたいですねディフェンスが寄せに行きたいここで一つしのいだかというところでしたが佐々木のサポートあって最後は小森田口ですはっきりと長いボールを蹴ります98分台に入りました終わりましたねそしてここで試合終了の笛です1対3アウェー千葉勝利ですこれでリーグ戦は前節に続いて連勝ということになりました